さあ、いい天気です。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日はね、お昼なんで、昼から飲もうかとも思ったんだけど、大好きな安兵衛ランチもあるので、ランチ食べに行きたいと思います。まあ行ったら飲むだろうね。ということで、今日も始めていきたいと思います。たびたび TV チャンネル。さあ、お昼はさすがに空いてます。さあ、見えてきた、あそこレモンサワーハイボールと書いてあります。今日のパートナーは西庵でーす。今日はね、定食だから一応ランチってことで、こういうハンバーグもあるので、白身フライ付きなのねすごいよ、気になる。今日はこの定食、ご飯大盛りは無料です。定食をね、麦飯に変えるとプラス50円。全部この白身フライ付きがすごい。チキン南蛮と牛タンメンチカツは付いてないのかな。カレーもサラダですねって感じです。さて、何にする？決まってんの？牛すじカレーが気になる、ね、安兵衛カレー。安兵衛カレー、なるほど。俺どうしよう、ちょっと考える。はい、どうぞ。あ、おっかけ飯定食、おっかけ飯定食、ご飯大盛りで、ご飯大盛り、はい、安兵衛カレー。安兵衛カレー、はい、これご飯大盛りってできるんですか？できますよ。あ、お願いします。ご飯大盛りで。さあ、ランチだけど乾杯。はい、乾杯。はい、ウーロン茶運転手です、ありがとうございます。どうも。さあ、来ました。これボスが頼んだぼっかけ飯、ご飯大盛りやってまいりました。白身フライ、うえー、いいね。さあ、ということで、これが安兵衛カレー599円です。牛すじカレーです。イエイ。うん、おい、甘いカレーです。ただ普段辛いのばっか食っていいじゃん、優しい。さあ、それじゃあボスも行ってみよう。これぼっかけ飯、いいね。これテンション上がるね。いただきやす。うん、おいしい、最高です。白身フライ、ソースかけて、うん、お汁が濃い。さあ、半分くらい食べたんで、やっぱ卵をね、割るのも大事よね。おい、さあ、卵割りました。足りなかった。安兵衛レモンサワー。レモンサワー、はい、ありがとうございます。やっぱ野菜もね、多少は食わないとね。おかわり。さあ、食べた。はい、安い。ラーメン部だ、ラーメン部。ありがとうございます。はい、安兵衛。でもまだ終わってないんだね、これが。さあ、それでは。はい、安兵衛。さあ、ということで、全部食べました。ごちそうさまでした。ということで、今日は、安兵衛のランチ、結果レモンサワー6杯じゃない、間違ったレモンサワー3杯飲んでるけど
いやいいね、こういうランチもありだと思います。ということで今日の動画はこれでおしまい。また次の動画で太りましょう。それではさようなら。